CBD 社長で商標登録は取ってます。 CBD 社長ですね、はい、エンジェルス・イン・早稲田大学に本田圭佑からの投資実績を持つ実力派の起業家が参戦。CBD とはカンナビジオールの略ですね。大麻から抽出されるカンナビノイドの一つで、WHO も安全性認めていて、日本でも治験が開始されるような状況にまで来ています。我々ワンインチは世界で通用する CBD スタートアップに、なります。7000億円の市場規模があるとされる CBD 産業。しかし完全に僕が全くお手伝いできない。起業家経営者としてめちゃくちゃ優秀だってプレゼンを見て思ったんで、 VC のビジネス10年で回収しなきゃいけないことを考えると、まあちょっと足が長そうだな。初めて CBD に関して説得力のあるプレゼンを聞いたなと思ってます。日本ではまだ新興市場、エンジェルスの意見が真っ二つ。はい、食べてください。はい、メイドインジャパンの CBD でここ早稲田から世界へ。持ってるやつに持ってないやつがたまには勝つ、まあ、唯一の秘訣、それが KUFU 工夫ということで、早稲田のバイブス感じました。ありがとうございます。リアル投資ドキュメンタリー、エンジェルス in 早稲田大学。3人目の起業家はワンインチの柴田浩介さんです。どうもこんにちは。お願いします。おはようございます。柴田さんは早稲田の卒業生、一応そうですね、はい、はい、なんかもう気合い入った感じで、もう元気あふれてますよね。一応早稲田魂持って今日来ました、はい、はい、株式会社ワンインチ CEO 柴田浩介。早稲田大学出身の彼は幼少期よりある病に悩まされていた。もともと私ですね、ストレス性の腹痛である過敏性大腸症候群というものにかかっておりまして、大事な試験の前とか、あと野球の試合前とか、まあ、必ずお腹を壊してしまってなかなか治らない中ですね、母親が医師なんですけれども、その医療大麻の論文を見せてもらって、まあ、そこから CBD がストレス緩和につながるのではないかということで使ってみたところ、かなり改善したと。自分と同じ境遇の人を救いたいと単身渡米し、規制をクリアする米国企業と独占契約。そして2018年、日本初の CBD スタートアップとなるワンインチを創業。一番かっこいいのは IPO だと思ってます。夢は CBD 企業初の上場、その一歩をつかむべくいざ出陣。プレゼンテーション。それでは早速プレゼンしていただきたいと思います。3分間、はい、プレゼンテーションお願いします。はい、それではよろしくお願いします。我々ワンインチは世界で通用する CBD スタートアップに、なります。CBD とは先ほどのカンナビジオールの略ですね。大麻から抽出されるカンナビノイドの一つで、まあ、一番有名なのが THC という、まあ、中枢神経系に作用するものは日本ではダメなんですけれども、 CBD については中毒性依存性なし、WHO も安全性認めていて、日本でも、まあ、ここからですね、治験が開始されるような状況にまで来ています。まあ、CBD、 これ大麻とか THC を抜いた段階でいきますと約、世界の市場規模7000億円というふうに言われています。で、約2030年にはですね、約 2.5 兆円ぐらいまで、大きくなっていくというふうに CBD の市場だけで言われています。まあ、北米を中心にキャノピーとかですね、まあ、そういった先行市場では CBD 関連の上場企業もあって、まあ、グリーンラッシュと言われるような状況にもなっているという中で、他方で日本ではですね、まだまだ認知率、 CBD の認知率 14.1% 非常に低いで、アメリカはもう 90% いってるので、そことのギャップを埋めていくためにまだまだブルーオーシャンでもあるという中です。また先日ですね、矢野経済研究所から発表されたんですけれども、来年2023年に大麻取締法の改正が起こった後ですね、日本の CBD 市場の市場規模は大体約650億円になる可能性があると言われております。で、具体的にはその大麻取締法の改正どうなるかっていうところなんですけども、現行法では大麻その部位での規制されているところから CBD はいいですよ、ただし THC はダメですよといったような、まあ、成分規制に変わります。あとは大麻由来の製剤というのが今医薬品では使えないんですけれども、まあ、その医薬品も合法化されます。またその現状大麻農家さんというのもいらっしゃるんですけれども、非常にもう30人ぐらいしかいません。もともと5万人ぐらいいたんですけれども、でその大麻栽培についても緩和化して、これ CBD も取れるようになります。なので自分たちで企業として CBD を作ることも可能になっていくという法改正です。まあ、その中で我々がですね、まあ、事業者代表者として、まあ、法整備に向けたロビングを実施しておりまして、まあ、その参入障壁というところもちゃんと誰でも扱えるようなものにするものではなくて、きちんと規制を敷いた上できちんと法改正
正していくというところで来年、通常国会で法改正予定になっています。で、我々のミッションなんですけれども、 CBD 製品を世界に展開してリーディングカンパニーになっていくといったところです。で、これ CBD 食品についてなんですけれども、世界にはですね、いろいろ回ってきたんですけれども、高品質、つまり美味しくて信頼できる、まあ、CBD 食品というのが少ないです。で、これ日本の産業ってさまざまいろいろ車でもなかなか難しいとか言われてますが、食品はですね、メイドインジャパンのまだブランドが残っています。で、美味しくてちゃんと安全だというブランドというのはまだあるんですね。その中で信頼できる日本産の CBD 食品を作りたいと。その上では、我々は3つの要素を、提示していきたいと思っています。それが1つ目が独自のバリューチェーンの構築、2つ目が大企業とのコラボレーション、3つ目がヤクルトのようなですね、研究分野での実績作りです。この3つです。まず1つ目、バリューチェーンの構築なんですけども、現状の現行法ではアメリカから CBD の原料を輸入して、それを B2B、B2C に、進めていくというものしかありません。それが法改正後はですね、原料の栽培抽出研究というところまで自社でやることができます。こういったところで栽培まで我々は進んでいって、メイドインジャパンの大麻、メイドインジャパンの CBD を作っていくというところが我々がまず見ているところです。まだ認知率非常に低いので、まあ、そこで安心して買える CBD、 なかなかドンキで合法大麻って言って買う人多いんですけども、そこじゃなくて皆さんマスで買ってもらえるっていうところでいきますと、やっぱりドラッグストアとかコンビニに置いてもらえるような、大手と組んでやっていくと。これも味覚糖さんがまず一つなんですけども、そこでは総額500万円以上、支援者数も1200人以上という、まあ、CBD のカテゴリーで圧倒的1位を獲得しています。それ以外にも大手企業とはすでにも R&D 実施中です。またですね、ここ早稲田なんですけれども、まあ、トゥインズ、先端生命医学センターの野崎先生というですね、疼痛カンナビノイドの専門家の野崎先生と基礎研究というものも進めていきながら、これ例えばそのグミであったりとかサプリメントというところを機能性食品まで引き上げていくといったところで、効果効能というところもギリギリ歌えるようなところまで持っていくというところも我々としては戦略としてあります。またこれ今回 その既存の投資家の皆様として、ここエンジェルズなので、まあ、今回本田さんからも頑張ってこいと言われたんですけれども、すでに本田さんからも投資もいただいており、まあ、他にもですね、著名なアスリートの方々から投資をしていただいています。はい。で、今回の希望出資額なんですけども、バリエーション4億円。まあ、これフレキシブルでありますが、希望出資額が3000万円で、研究であったりとか、チームの組成であったりとか、またここで法改正の前の一つアクセル作りの準備として使っていきたいと思っています。で、これ銀行に行ってもですね、銀行を開くときにも、そして VC の方にもたくさん言われることなんですけれども、日本で大麻産業なら無理に決まってるだろうとよく言われます。まあ、そこで持ってるやつに持ってないやつがたまには勝つ、まあ、唯一の秘訣、それが KUFU 工夫ということで、これ多分三浦さんしかこの中でわからないんですけれども、まあ、早稲田の大先輩であるライムスターのですね、歌詞で最後終わりたいと思います。どうもありがとうございました。もう早速ファーストジャッジ行きたいと思うんですけど、はい、なんか三浦さんと相性が良さそうな方ですね。ありがとうございます、ね、三浦さん狙いですよね。もう一本釣りって言ってです、こちらが、はい、そうですよねというラブコールもらってますけど、早速ファーストジャッジをお聞きしたいと思います。出資希望はゴールド、興味ありはシルバー、そして興味なしはブラックを上げてもらう。敬愛するヒップホップグループの歌詞を引用した熱きメッセージはエンジェルスの心を揺さぶれるのか。ファーストジャッジ、カードをお上げください。どうぞ。おお、ありがとうございます。明確に分かれましたね。ありがとうございます。この分かれたところが面白い。中山さん、ありえませんか。CBD 市場自体は非常に伸びていて面白い市場だと思っているんですけれども、おっしゃってたようにまだ医薬品として使えないものですし、で、基礎研究をされるっておっしゃってましたけど、まあ、それが花咲くのってすごい時間がかかるなと。VC のビジネス10年で回収しなきゃいけないことを考えると、まあ、ちょっと足が長そうだなっていうところと、じゃあ今あるこのグミがどうなのかっていう話になってくると、まあ、いわゆるサプリの領域を出ないといいますか、まあ、競合となるのは一般的なサプリメントの D2C の会社みたいになってくると思うので、そうするとそのビジネスになった瞬間に今度はデジタルマーケティングというか、そちらの方がキーサクセスファクターになるのかなと思ってまして、今聞いたお話だとそこの強みっていうのがあまり見えなかったので、こういう判断にさせていただきました。10年って長いなと思うんですけど、10年じゃ足りないって思われてってことですね。ロビーングをして、さらにそこから R&D フェーズに入って、そこから治験に入ってってなると、まあ、10年では足りないかなと思います。三浦さん、ループとか見てると最近結構ロビーングしっかりすれば結構早めに法改正まで導き入れることもないですか。
僕はこの分野の CBD の分野のことは全くわからないんで、10年以内かどうかってジャッジはできないんですけれども、少なくとも今彼がやってる事業の中にロビーイングがすごく重要なファクターだって分かってやってるところは評価できるのかなと思ってます。でも当然僕らがそれをサポートすることもできるので、まあ割とあんのかなみたいな感じですかね。マーケで押し切れる分野ではあるなと思ってて、これ質問していいですか。今 EXIT としては何年以内のどういう出口を考えてるのか、その IPO なのか、そのどっかに買ってもらうのかとか、どういうことを今お考えになってるんですか。だいたい6年から8年ぐらいの間のスパンだと思っていて、一番かっこいいのは IPO だと思ってます。これ日本の中で、まあ、タイマーに関連した企業が IPO するというのは個人的には非常にかっこいいことだと思っているので、そこは目指していますが、ただタイマー関連企業できますとグローバルですので、まあ、海外のすでに上場会社であったりとか、そういったところへの M&A っていうところも考えています。そうですね。だからその僕出資するときによく考えるのが、そのIPO をするのはもちろん目指してほしいんだが、できなかったときにちゃんと出口があるのかってことを考えたときに、海外のメーカーに買ってもらうとか、国内の大手が攻めるときにこう買ってもらうみたいな、割と出口は見えるなと思ったんですよ、正直。そういう考え方もあるかなと思っていて、それで言うとなんか可能性あるのかなと思ってましたけど。本命三浦貴弘からの言葉に柴田は、三浦さんにその投資をしていただきたかったっていうところは、ブランディングであったりマーケティングの部分で、 CBD といえばこの会社っていうところがまだない中で、自分たちがそこを張っていきたいっていうところの大きなピースとして三浦さんと一緒にやっていきたいという思いがあったので、そこがマッチしたなというのはすごく思いましたね。ファーストジャッジはゴールド2枚ブラック2枚と意見が真っ二つ。本命の三浦は見事ゴールド。さらに食べていいですか。あ、ぜひちょっと先に、はい、食べてください。大手企業と共同開発した CBD グミにも興味津々。まずはその味と効能を体験してもらう。これ1日何粒までいいんですか。1日2粒目安で1粒に 15mg CBD が入っています。食べるとどうなるんですか、効能としては。やっぱりリラックス効果なので、そういったこう緊張、今まさに緊張している場面なんですけども、そういったところであったりとか、サプリの方だと結構もう臨床試験もすでにもうスタートしていて、睡眠とか不安の方の改善が見られたというところまでは見えています。今日お腹大丈夫なんですか。今日お腹大丈夫です。ちゃんと朝取ってきました。ちなみにおいくらでしょうか。これ28粒入りで14日間で、2980円というグミとしては破格の高さだと思うんですが、まあ、1粒100円なので、まあ、そんなようなイメージです。まあ、サプリなんですよね、要は。はい、そうです。皆さんお味はいかがですか。さあここからはディスカッション。早稲田魂でブラックをゴールドに覆せ柴田。ディスカッション。ここからディスカッションどんどん進めていきたいと思うんですけど、どうでしょうか。須藤さんはねブラックでしたけどね。あれなんです、この事業がそのなんていうのかな、どうっていうわけじゃなくて、これもう完全に僕が全くお手伝いできない領域だなって思ったんでブラックを上げただけであって、この市場自体はきっと伸びると思いますし、まあ、さっきでも中山さんが言ってたのは僕も思ってて、結構足長いかもしれないなみたいなのはなんとなく僕も同じ感想ですか、ね、足の長さ問題どう反応しますか。僕身長低いんで足短いんですけど、それはちょっと資料を出させていただいていいですか。すいません。ありがとうございます。先ほど のロビングの件ですね、なかなか進まないんじゃないかというところで言われてますが、もうすでに成果としてはもう、2020年の経済財政諮問会議のところの骨太の方針というところに、もう大麻のですね、整備について進めますというところを内閣で出しています。なのでもうすでに2023年の通常国会で、法改正、見込み、そして24年に、法の交付が行われるというところまでも見えているところです。で治験についてもすでに治験自体は、初めてもう承認、もうすでに承認されているんですね。でそこからスタートしていく。でしかも我々の企業はそこではないです。なのであくまで我々は一般品、いや医薬っていうところも実は考えてはいるんですけれども、まあ、あくまで対象製薬のような、まあ、リボビタンでも売るし、まあ、そのお薬も売っていくっていうところの、まあ、二軸でもやっていきたいと思っているので、まだまだこうそちらで治験をやって
あの結果を出していくっていうところは長いんですけれども、そうではないですっていうのが1点と、まあ、もう1点あのその効果効能のところについてなんですけれども、あのなかなか治験も時間かかるだろうというところなんですが、例えば機能性食品であったりとか、まあ、そういった成分 の, あのところでいけば、あの安全性試験というのはすでにもう実施しているところでして、あのユーミンというですね、まあ、臨床試験登録システムというところにちゃんと倫理委員会、お医者さんも入れて、まあ、結構これお金はかかるものではあるんですが、あのきちんと試験検査をしておりまして、その中で、睡眠と不安において改善が見られたというところがあるので、まあ、これをかける今度は過剰摂取というものを行うんですけども、その後効果測定というところを行って、約2年後にはもうすでにそういった機能性食品のところまでは引き上げられるというところはあるので、意外とそこの、まあ、全て全部これまで話していること全部その CBD に対する権威付けなんですけれども、そういったところというのはもうすでにあの2年ぐらいでできるというふうに思っています。その自社独自 の, あの IP といいますか特許とかっていうのは何か取る予定はあるんですか？あのこれその成分特許がそもそも CBD というのは高知のものなので、そもそもそれは取れるものの領域ではないです。ただ加工においては取れる可能性はあるので見てますが、まあ、それにおいてもそこにおいてそれがどれほどあの 2B の人たちにとって 大事かというところよりは、もうすでに味覚糖としてるよねとか他の大企業と進めてるよねというのが、ドラッグストアやコンビニとかで並ぶのが全部ワンインチコラボであるといったところのブランディングの方が大事だというふうに感じています。木下さんゴールドでしたけど、木下さんといえば Web3 って感じでテック系が好きなのかなと思いきや、こういうのも投資するんですね。いや僕なんで D2C と言われるようなものとか全部断ってるんですけど、まあでもあえて一社やってみるのも面白いかなっていう気もしているっていうのがあります。あっていうのと、まあ、あとあの普通に起業家経営者としてめちゃくちゃ優秀だなってプレゼンを見て思ったんで、まあ、僕はゴールドにしたっていうのはありました。で聞きたいのは、なんか一番なんかこんだけこうちゃんとやってるっていう感じ、割とクリーンにやってる印象があるし、なんか一番目の CBD の会社ですって言ってて、今業績どんな感じなんですか？月商とか、昨年度のところで年間で4000万円の売り上げです。業界トップなんですか、それとももっと？いや多分業界ではもっと売っているところはあるんですけれども、うん、例えば CBD でいくと決まるとか、例えば薬機法、経標法、ガン虫とかですね、うん、あとはその CBD 以外にも CBN であったり THCO とか、去年で言うと HHC というのがもうかなり THC に近い成分で、うん、決まる成分というのが世の中に出回りまくってたんですね、うん、そういうものを販売するとやっぱりそういうところの売り上げはものすごく上がってしまうので、うん、我々は CBD だけにこだわってクリーンにやっているので、そこはまたちょっと違うのかなというところは、うん、あのちゃんと正直には受け止めてます。逆になんかこう、まあ足が長いことも理解されてやってるじゃない、まあはい、みたいな感じだったと思うんですけど、はい、なんか一番困ってることって何なんですか？まあ、お金をじゃあ集めたら何に使うって観点も含めて何困ってるんですか？やっぱり CBD といえばどこっていう企業がまだないんですよね。その認知も含めてなんです。あと CBD そのものの認知も低いので、自分たちで例えばその大企業、私は個人的にはそのロビングであったりとか政治家の方と話したりとか、あとそこに法改正であったりとか、そういった強み、あとは B2B の、 あの大企業の方と一緒に組んでいきましょう。これも味覚糖も山田社長に直接口説いて作ってもらったので、そういったところは自分の得意分野ではあるんですけれども、あの例えば 2C のところでどういうブランディングを発揮していけばいいのかとか、マーケティングの分野、デジマっておっしゃられましたけど、あの CBD デジマ使えないので基本的にはまだですね、まあ、そういったところ の, あの売り方の戦略みたいなところは自分の中でまだまだ弱いものを、ちゃんと 2C に売っていくっていうところはまだまだ自分では弱いなというふうに思ってます。ちなみにあと 何名ぐらいとかどういうメンバーですか？他に、もともとあのタビラボ の, あの執行役員だったメンバーが1人入って、あとはアクセンチョーから1人、あのフルで働いてるのは3名です。それ以外に業務あの委託であの全部で10名弱ぐらいです。進めてる感じです。いや優秀な方だなと、すごい ありがとうございます、はい、大麻成分を取り扱うことから壁となるのが PR やマーケティング、ブランディングのプロのこの男が口を開く。でもまあマーケですよね。おっしゃる通りです。多分ある程度の勝ち筋はあると思ってて、なんかそこはやりようがある。デジマじゃなくても全然やり方あると思うんですけど、今まだそのまさに柴田さんがおっしゃってた CBD といえばっていうのが今王者が不在のポジションの中でのろしを上げることである程度ポジション取れるし、それが取れるとマーケもいろいろ楽になるし、場合によっては MA されるときにポイントがつきやすくなるとかも含めてあると思うので、なんか欠けてるピースを埋めてあげられるような気はしますけどね、うん、僕もでも CBD とか怪しいなと思ってるんですよ基本的に。だから CBD もめちゃめちゃ今まで投資家のプレゼン受けてきたんですけど、大体全部あお疲れ様でしたみたいな感じなんですけど、やっぱ柴田さん気合入ってるなと思いましたね、うんうん、ありがとうございます。
先ほどその機能性食品に訴えるように数年後なるっておっしゃってたんですけど、そうするとますますデジマンが強い企業っていうのがこの CBD を使ってマーケティングし始めて競合がドバッと入ってくるかなと思うので、せっかく第一人者なので今のそのドバッと入ってくる前の段階でどれだけ CBD イコール11っていうのが作れるかっていうのがポイントなのかなというふうに思いました。だから知恵を組んじゃなくてやっぱ CBD 男っていうふうになった方がいいんですよね多分ね。あ、そうですね、一応ツイッター上では CBD 社長で商標登録は取ってます。 CBD 社長ですね、はい、あ、商標まで、はい、あと今日逆に CBD 聞きたいんですけど、 CBD やったことあるよって人手挙げてください。やったことある、少ないね。やってみたいって人、ちょっと興味あるよって人、だからやっぱちょっと若い人の間では、ありがとうございます、若い人の間ではやっぱ早く広まってほしいっていうマグマみたいなものあると思うので、なんかそれは汲み取りたいなと思いますけどね。デジマできないってことは PR が大事ってことですよね。おっしゃる通りです。なので結構アスリートの方にこれまでは投資家になっていただいてっていうところ、あとはお医者様とかに、クリニック向けに卸していたりとかっていうところはあったりするんですけど、 PR といえば本当日本一の人なんで三浦さんは、はい、存じ上げております。組んだら強いかもね。まあ髪の毛伸ばして CBD の教祖って名乗り始めるとかそれ分かる人には分かるまあでもそういう、まあいいと思いますよ、はい、ということで、あっという間に時間経っちゃいましたけど、最後もし皆さんにアピールがあれば一言どうぞ。まあ、新しい産業っていうものをちゃんと作りたいといったところで、本当にアルコールお酒の次の、まあ、税制になるぐらいのところで大麻っていうところを伸ばしていきたいと思っているので、まあ、ぜひ新しい産業を一緒に作ってほしいです。よろしくお願いします。投資回収に時間がかかるとの懸念材料もロジカルに返答し、ポテンシャルを見せつけた柴田。ファーストジャッジはゴールド2枚とブラック2枚、カードを全て金色に輝かせることはできるのか。ファイナルジャッジということで、皆さんにファイナルジャッジいただきたいと思います。それではカードどうぞ。エンジェルス、カードオープン。おお、変わらずだ、おめでとうございます。ファーストジャッジそのままでしたね。ありがとうございます。いやでもそういう意味では本当にそのこのビジネスのモデルとしてはすごく分かりやすい、本当に視力のつきやすいモデルだと思うので、ありがたいです。しかも私は本当に三浦さんに出していただきたかったので、あ、もちろん木下さんともお話しさせていただきますが、そういう形で嬉しいです。本気でやってるんで。そうですね、三浦さん、ゴールドなぜ出したか。僕のとこに殺しに来てるなっていう目をしてたんで、ちゃんと受け止めようと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そっけないですね。いやいやでもめちゃめちゃいいと思いますよ CBD、はい、初めて CBD に関して説得力のあるプレゼンを聞いたなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。木下さんも本気ですね。そうっすね、なんか Web3 ファンドから出していいのかなっての自分でもちょっと分かんないんで、ちょっとそこは確認相談するんですけど、まあなんか前向きにちょっとお話してみたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。最後ね、この一番投資してほしかったら三浦さんが OK 出してくれたんで、最後三浦さんへのお礼も含めてメッセージどうですか。ありがとうございます。本当に CBD このあと5年10年どうなっていくかっていうのはまだまだ見えない中で、三浦さんと一緒に組めたら本当に日本でCBD で取っていく、そして世界にも出ていけるっていうふうに本気で信じているので、僕歌丸さんとテレビ番組一緒にちょっとやってたこともあって、マジで、はい、1924っていう番組で大学生時代にやってたんですけど、すごいじゃん。そういうところも含めて2人でなんかライムスターのライブ行ってわちゃわちゃしたいなと。お、結構やっぱ早稲田の起業家は投資家にウェットなつながりを求めるのがかなり強いですね。1人目は飲み行きたいって言って、2人目は T シャツとパンツで来て、3人目はライブに一緒に行きたいっていう、ね、早稲田のバイブス感じました。ありがとうございます、はいはい、でも日本語ヒップホップって20年前には30年前には全くなかった市場が今こうやって広がってるっていうことがあるんで、市場は誰かが作るものなので、その誰かが柴田さんである可能性はあると思ってるんで、はい、一緒にやっていきましょう。ありがとうございます、頑張ります。はい、それではワンインチ柴田さんおめでとうございます。ありがとうございました。やっぱりがっつり白黒分かれたというのは今回私のピッチだけだったと思っていて、やっぱり世の中の反応がそうなんだなっていうところを、まあ分かってはいたものの、
今回はもうゴールドの人たちに向けて私は一生懸命ピッチしましたけど、じゃあブラックの人たちがどうやったら変わるのか、それは本当に商品を手に取る人と同じだと思っていて、そういう人たちがどうやったら手に取っていただけるのか、使っていただけるのかっていうところを、まあ、今回 そのピッチとかを振り返ってですね、ちゃんと考えていきたいなと思いました。とはいえ全員ゴールドにするゲームではないので、ゴールドで一緒にやっていきたいっておっしゃる2人がそのままゴールドだったっていうところが率直に嬉しかったですね。認められた、承認されたというところは、やっぱり自分のビジネスをこのままやっていっていいんだよっていうような、まあ、後押しいただいたような気がしていて、それはものすごく嬉しかったですし、これからもちょっと事業を頑張んなきゃなって思いました。次回のエンジェルスは、ビジネスが好きです、得意なのは恋愛です。日本ってぶっちゃけ言うとめちゃくちゃぬるいから。エンジェルスイン早稲田大学、後半戦は早稲田 OB OG たちが集結し、キャリアにまつわるトークバトルを展開。いろいろ振り返ってみて、やっぱり大企業だなって思うのは究極のこうステークホルダーマネジメントですね。大事なのは成長してることかなと思ってて、これで言うと僕はVC とかに紹介された会社に入るんだったらスタートアップありと思います。メルカリとかでインターンしてみたいと思いますよね。あ、分かる分かる。育成に定評ある会社に行くといいんじゃない。就職するならスタートアップオア大企業、究極の二択に忖度なしの白熱討論。さらに一瞬一瞬自分に嘘がない、悔いがない時間を過ごす。海外ってこんな厳しいのっていうのも経験してみるのもすごいいいかなと。今をときめく起業家の知られざる学生時代。パーティーしてますね、はい、毎月やってましたね。毎月バチェラーとか出ましたけど、別にあれ僕からするとプライベートとほぼ変わんないので、あんな風に生きてました。本当にキャリア形成のために何に投資すべきか、すべての学生たちに捧ぐ珠玉の金言ラッシュ。将来本当に起業するなら三菱商事はあまりおすすめしないですね。リアル投資ドキュメンタリーエンジェルス in 早稲田大学。リアル投資ドキュメンタリーエンジェルス、起業家の熱い思いぜひ感じてください。チャンネル登録お願いします。